上がんなくていいんだよ。上がろうと思うからいけないんだよ。回そう。ゆっくり出よう。いいね。今ので、はい、角10センチオーバーぐらい。オーバーで、いやだから、さっきよりは全然いいよ。さっき30センチオーバーじゃん。そうですね。うん。だから絶対ペダルは当たんないよ。軸でだよ。軸で、そんなもん。接地点というか、それが相手が高くなるともっとシビアになっちゃうよね。こんな奥まで入れてたんで、もうとっくにペダルが当たっちゃってるから。そうですね。うん。だからこのネジまで行っちゃダメだよ。うん。それはペダル当たるわ。うわ、ゆっくり難しいなぁ。上げすぎのオーバーはなくなった。うん。っていうか、上げすぎのオーバーが小さくなってきた。うん。あれはいい。で、足は止まってない。まずそれがいい。足を止めない。この次に、下ろす瞬間を意識する。そのためには、スタートの右足をなるべく遅くすることだよね。フロントの浮きなんか遅くてもいいんだぐらいの。近寄っても浮くぜぐらいの。足は止めてない。だけど高く上げすぎたね。怖いんだよ。まだ。うん。高く上げすぎるのが癖で通り過ぎちゃう。っていうことは速度が速いから向こうまで行っちゃうわけじゃん。そうだよ。っていうことは速度を殺せば殺すほど狙った位置に降りるんじゃないか。そう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 、足の力を抜けるじゃん。最後の右足の力を抜けるじゃん。本当は左足の力を抜きたいんですよね、もう少しね。うん。前足のつま先が見えないの。だけど中村さんって前足のつま先が見えんのよ。だからこれでウイリーに入った時にお尻が左足の上に乗らないの。ほら、だから力が入んないんだよ。でここでこうなってれば力が入るからゆっくり下ろすだけで浮いてくるのよ。で前を上げるっていう動作をこういう動作だと思ってんのよ。はい。前を上げるっていう動作は、前に乗って前を踏まないと、前に乗って前を踏まないと、つまり前ペダルの上にお尻がないと、浮いてこない。
それは左足も同じで、前ペダルの後ろにお尻があるとよれるし浮かないのよ。浮かない。あ、じゃあ やってみるとわかるけどね。ケツ引いてフロントって浮かないよ。特にね、逆足でスタンディングして、逆足だよね。で、腰を乗せると、なんとか浮くけど、腰を引いたら絶対浮かないよ。ちょっとやってみて。左スタンディング、うん、左スタンディングで、そこでウィリしてみて。そう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 。その時に上げるためには体前だったじゃん。それが最初からこうスタートで引いてるからってことですね。ここのスタンディングの時に膝を引いてるから、こう来た時もここなんだよ。だからここに力が入んないんだよ。で、ここにこう乗れば力が入るから絶対浮くの。おー、なるほど。いや、だから、全員が全員じゃないよ。うん、中村さんの場合は、はい、多分、上げる動作をオートバイのこれだと思ってんだよね。うんうん、でも、オートバイだって、最初からこうやってる人って浮かないよ。うんうん、上手い人って、こうやってこうやるんだよ。うん、膝の出し入れて上げるの。で、最初から膝を引いてると浮かない、うん、姿勢がそもそもなってない。うん、最初につま先を見たらいいよ。見えたらダメだね。スタンディングの時につま先が見えちゃダメだね。そういうこと。もっと前だね。そう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 。いいよ、いいよ。浮く。ゆっくりでも浮く。で、フロントの内位置が今まで一番良かったよ。そうすか。つうことなんだよ。つまり、上げるところに、うん、左足のペダルのクランクの角度、上げる位置っていうのがあるじゃん。上げられる位置。はい、でそこに、コントロールの幅、トルクの幅があればいいんだよ。それが、ここから、あ、上がんねえ、上がんねえ、よし、みたいな。遅れてくる理由は、最初に、ペダルに対して、腰が逃げてるから、なかなか浮いてこない。だから浮き遅れたりする。それは、腰を乗せる。で、解決。ここは、あ、いいね。はい、いいと思います。楽でした。確かに浮くでしょ。で、思った通りに思ったコントロールができるのは腰が乗ってる時だけなんだよ。よかったでしょ。今のは楽ですね。楽だから、なかなか浮いてこないっていう感覚あったでしょ今まで。あれは腰引いてたからだよ。全く真逆のことをやってるわけだ。うん、だからそれは人によってだけどね、みんながみんなこうだとは限らない。で、この場合で言うと、ペダルの上に腰を乗せる、人を乗せることが一番トルクが発生するし、で、トルクの発生するクランクの幅が広いんだよ。だから下ろせるんだよ。だから、腰が乗ってない人って、トルクの発生回転数がここだけとかっていう限定されちゃうの。だけども、ペダルの上に腰があれば、どれだけ力を入れるかっていう力加減すらコントロールできるの。だから変な話だけど、左足で力を入れてウィリーしてるんだけど、ウィリーする最中の力を強弱抜きながら、力を入れながら抜きながら回し切るとかね。つまりゆっくりウィリーって言葉で言っちゃえば簡単なんだけども、それなんだよね。そこに気がつかないんだよね。ゆっくり回したからゆっくりウィリーできるかったらそうじゃないよね。ですね。そういうことですよ、ね。うん。中村さんに伝えてるんだよ。カメラさんには伝えてないよね。ありがとう。
わざと遠くした、はい、1ホイールベース分だけ、うんうん、でだからスタートしたら右を下ろして左上げで待つの、こう、あ、そうすると左のもう、そうそうそう、つまり、なんつったらいいかな、ここで待つんじゃなくてここで待つ、そうするともうこの格好が出来上がるから、そうするとね、左足のトルクの発生する幅みたいなのをすごくよく分かる。で、もうね、考えることは左のことしか考えない。で、最初から左のことだけ考えて左の準備だけしとくの。今なんか角触ってるっしょ。で、この練習を実はかなりやりました。あ、だから一番もっとこれより一個手前の初歩的なやつは右でスタートして右上げで待つんですよ。こうやって待つんですよ。これって初歩的じゃないですか。右右で、これの次に覚えるのが右下ろしの左上げ待ち。右を下ろしたらベストな位置にここを折るんですよ。左の股関節を、はい、ここ、これちょっとやってみて、左上手くなるよ。みんなね、左のウィリーって練習してないっていうかできないのよ。で、とにかく左が下手すぎるんだっていう結論に達したわけ、僕は昔。で、左だけ上手くなっちゃえ。で、それから完全なその次にやることが一回転、はい、最初から一回転なんかできないよ、左が下手なんだから。で、この状態で左の練習をした人は足を止めずに一回転になるわけです。だから右右が最初覚えるのが右右でいい。次に覚えるのを一回転にしないで、左右に、右右の次に左右、左右の次に右左右、4分の1回転、半回転、1回転、そういう覚え方。